ね、よく止まっちゃう。しょげぴ。うん、くまさんありがとうございます。メール今届いたんだ。長月さんだ、長月さん。でも今日から大富豪もうやる、いっぱいやる。その10個にするにはどうしたらいいんですか、ハートを。そのやり方わかるかな、大富豪開いたらわかるかな。ラスアイ好きです、もう好きとかの、もう愛してます。あゆみさん、あれ今日からじゃなかった、大富豪明日からか。 OK、 明日からやります。31ですよね、本当だ、今日30だ。まだ9時から10時の間しか10個できない。あ、そうなの。へえ。大富豪やるだけやっててね、全然プロじゃないんですよね。全然やってる、やればやってる、楽しいから。うん。ベッドボタンが分かんない、どこだろう。あ、お姉ちゃんも頑張ってくれてる、大富豪。うん、階段で革命もできる。そう、ミオタン大富豪強いからね、羨ましい。1枚しか出せないカードを早めに出す。あー、やってる、それもやってる。大富豪はね、そんな弱くないと思う、わかんないけど。たまになんか違反、反則負けしちゃう。お姉様と大変してる人いると思う、誰かしらは。矢切り反則上がりはね、多分したことあるよ、初期の方に多分。
スペさんね、反則上がりしちゃうよね、めっちゃわかる。今日も大富豪やると思う。え、ハートをいっぱい押すの？ハートね、押したこ、え、何？ハートを押すって作業したことないかも。いつもやるやるやるゴーみたいな感じ。うん、ハートありがとうございます。うん、アイテムとかも使ったことない、本当にやってるだけ本当に大富豪楽しんでる人。ゲーム系苦手なんですよね、ミキ。そう、ただ楽しんで大富豪してる。ただ楽しんでる、本当に。通常はゲーム画面一番上ベットする、ベットする3個までね、OK。いつもはね。で、9時から10時は10個ね。覚えた覚えた。反則のやつはね、覚えてきたよ。どうすれば大富豪で貢献できるの？え、なんか多分ミキのカードにして、なんか揃えて5枚ぐらい、5枚かな、なんかミキのやつに5枚揃えて、なんか勝てばいいのかな、大富豪になればいいんかな。ね、本当にゲームだけはねできずに生きてきた。本当にゲームは、ゲームだけじゃないけど、別に全然ゲームは本当にできなくて、初見さん前回の公演初めて入ったファンになりました。え、嬉しい。本当ですか、嬉しい。初見さんありがとうございます。ポケモンもね、なんかチップの時はしてたよ。覚えてないけど、記憶はない。してたのかな、なんかチップ持ってただけなのかな、わかんないけど。チップじゃないっけ、あの丸いの。阿部ななみさんだ。みんな対戦しようね、一緒にやりたい。わかんない、無限に鳩持ってんのかな。なんか数は多いなと思うけど、無限でもない、無限の数は書いてないからわかんないけど、ミッキーの奇跡目指しちゃって。アイコンって何、アイコンって。
アイコン多分自分じゃない、わかんないけど。対戦しようね。うん、こんばんは、久しぶりだ、ズキちゃん、石津、ストーモエさんね、握手したことない。2期生の方はね、全然握手したことない。えー、減ったら補充されるんだ。へえ、知らなかった。ラスアイさんは、おざいみさん、もうなんていうの、神推し、もう推しのレベルじゃない、もう好きって感じ。えー、20個からハート減らないんだ、知らなかった。へえ、やっぱみきちゃんにはいいカードあげた方がいいの。えー、そうなのかな、わかんない。もう本当にね、今までね、楽しむことしかしてなかった、してないんだよね。本当にあいみさんの笑顔は神、間違いない。31日からみきちゃんデッキに変更します。嬉しい、ありがとうございます。メンバー特権使ってこう、間違いないね。でもさ、本当に目指してるから優勝、本当に勝ちに行きたいのいや、負けず嫌いだし、自分でさ、なんかなんていうの、本当になんか今のこの8人で曲をいただきたい気持ちがすごい大きくて、なんかいろいろ乗り越えてきた8人だから、なんかね、なんかすごい思い入れが強いのだから、めちゃめちゃ本当に頑張りたくて。ね、テレビで10曲歌えるってなったらもう泣いて歌えないかもしれないけど、なんだっけ、何に本当にそうって言われたんだろう。なんかいつかは昇格して、なんか S とか K2 とか E さんとか、なんかどっかのチームに行くかもしれないじゃないですか。でも今10期だけでこの研究生をやられてて、本当に今しかないと思うから、本当になんていうの、今だなと思ってて、めちゃめちゃいいタイミングでこのお話いただいたなと思ってて、なんかタイミングが最高というか絶妙というか、こんばんは。うん、今晩ご飯食べてます。そう、同期だけで公演やれてることもすごいけどね、そう、昇格しちゃったらもう10期だけで、自分が昇格できると思ってないけど、なんかいつそう、なんていうの、バラバラになっちゃうか分かんないから、そう、なんか同期だけでいられる時に
なんか思い出を作りたいっていうか、なんだろうね、難しい今日中に終わりそう、終わらせるよ、終わらせるよ。でなんか初めはコロナとかもあって本当に泣きの自粛みたいなところもあったから、22番ね、なんかいつね、3年後かもしれないし、昇格が2年後かもしれないし、いつか分かんないけど、なんか今の10期で何かを残したいなっていう思いがすごい強くて、8人になってからいろいろ経験させてもらってて、なんだろう、例えば年末公演とかアゲインもそうだし、シャッフルも別だったけどみんなでなんかつながってた気持ちもあるし、新公演が特にそうだけど、8人ですごいなんかいろいろ始まったから、ね、なんか難しいけどいろいろ伝え方が、そうそう、もともと人数が少ないからね、なんかねみんなのこと大好きになっちゃうのが早いんだよでなんかいろいろありすぎてね、絆が深まりすぎてる。同期だけでなんかこんなねすごいことをやらせていただくことがなんかすごい嬉しいというか、ありがたいっていうか。え、水開いたわね、10期と10期推しの皆さんで頑張りたい。とにかく頑張りたいなっていう気持ちが伝わったらいいなって思います。あと本気で狙いに行ってるよってことが伝わったらいいなって思います。なんか元から人数少ないけど、初め12人で、で一瞬にして11人になって、で2人辞めちゃって1人休業しちゃって、なんか元々人数少ないからね、なんかね元々仲良かったんだけど人数が少なくなるにつれて、なんかあるじゃないですか、先輩方もな、人数が少なくなるにつれてなんか分かるものがあるみたいな。いやそれがね1年半の人たちが言うことじゃないかもしれないけど、食べるの遅いですね、遅いですよ。
最近ね特に遅いんだよね。そう、元から少ない分ねすごいなんかね大好きってなっちゃうのみんなのことが。もう誰も辞めないでほしい10期。今9人だけど誰も辞めないでほしい。もういい、卒業はいい悲しくなっちゃう。うん、初見さんこんばんは。ただ分かった、本当にそう、もう誰もやらないでほしい本当に。そう、同期ってやっぱ特別なんだよね。お疲れ様でした。キュンカワだって、キュンカワ。そう、なんかこの前ね公演の時にも話したんですけど、10期みんなでね集まって、うん、女性限定公演行ってよ、いいな。ミキのお姉ちゃんとお母さんも言ってました。もしかしたら隣だったかもしれないな、何やし、そう、この前 We Are の歌う前に話すんですけど、自分がその時話したんですけど、10期で話し合う時間があって、マネージャーさんも含めて全員で喋ったんですけど、なんかそこで本当にいろいろみんなのことをより知れてね、チリさんかな、同期は増えることがない、マキコさんかな、まあわかんないけどね、まあ普通にないよね、でも同期は普通に増えることは。ねえ、ミキもいつか10期で女性限定コインやりたい。そうで、なんかみんなで話し合って、めちゃめちゃミキが一番泣いてたなんかいろいろいろんな感情でいろいろ泣いた。で、泣きながら話してね、さやかさんも復帰してみんなに競い合ってほしいところもあります。大丈夫、パピー戻ってくるよ、そう信じよう、みんなで。うん、そう、 We Are の前のコメントはいつも前日の夜に考えてる。その時に最後の前の話とソロダンスを考えてる、前日の夜は。大丈夫、信じてね、待ってれば戻ってくるはず。
タコちゃんありがとうございます。ちょっと腰痛ね、ちょっと腰痛。そう、めっちゃ噛むって言われる。なんか給食の時とか前の子に噛む回数数えられたぐらいめちゃめちゃすごいって言われる。うん？ゼップツアー、チキちゃんたちいつ出るの？わかんないけどないと思っています。研究生はわかんないけど、なんかチームのあれだからないと思う。うんふんふんふん。うん、そう、友達よく数えるのよ。お弁当、高校の時お弁当とか、すごいなんかこの子見てくるよと思って、何って言った、めっちゃ噛むから数えてるって言われて、あとミキと同じ時に食べ終われば痩せるからって言って、なんかあとありますか、大富豪のアドバイス、今のうちに吸収しとかないと。36回噛むといいんですか、なんで36なんだろう。30は聞くけど、こんばんは。オートもね、わかんない、使ったことないからわかんないかも。対戦相手に研究生推しがいたらどうしたらいいの？どうしたらいいの？どうしたらいいの？一押しガチャ。じゃあ引いとくね、後で。強いカード早めに出す人は革命しがち。ミキ。なんかこの人、大富豪なのに全然強いカード出さないじゃんって思った人よくね、革命されるんだよね。うん、大富豪のチキ当たった、イエイ。プレゼント、とにかくミキは勝てばいいのかな。研究生推しが1位なら見起こしさせないようにするとか、あ、自分が富豪で相手が大富豪だったら自分が負けるようにすればいいみたいな。革命多発すんの。
時は常に大富豪になってればいい感じ。 1.5 ミリ大谷エミリー照れてるかこの恋も頑張ろうってメールなどで何度も送ってもらえると言ってもらえると頑張れます。 OK、 じゃあ毎日大富豪関連のメール送るね。練習することが大事。 OK、 練習をね。 1.5 ミリ大谷エミリー MV はね毎日見ちゃうよすぎて。でも毎日長島行きたくなっちゃう。楽しみましょこ、たきわきしょこ。ミキはイコラブはナータンさん推しです。握手言ってた。イコラブさん好きですよ。いろんなアイドルが好きなんですよね。イコラブさんも好き。シネマも好きだよ。毎日聞いてる。初めて好きにね、あなったアイドルは板野友美さんです。逃走中見て好きになりました。高橋みなみさんと出てた。ね、嬉しい。いろんなアイドル好きよね。好きに来てくれてありがとう。だって嬉しすぎない？ SK を好きになったきっかけメンバーは古畑奈美さんです。ね、おそろっちじゃん。板野友美さん誕生日いいな。おそろっち羨まふん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 。何電波時計ってこれかな。そう、木本香音さんと誕生日一緒なの。
確かに大富豪やるにはもってこいの。うん、いいじゃんこの子。うんうんうん、何味かな、ゆずなんて書いてある、ノンオイルゆずドレッシングだって。同じ時計、すごいいいじゃん。え、みんなオスロッチじゃん何これ、有名なのかも。時計といったらこれなの。1時間経ってんの、怖いんだけど怖っ。みんな時計を揃ってじゃん。チャタイムのマンゴーね、飲んだことないかも。多分ない、多分ない。マンゴー飲み始めたの本当に最近、この数ヶ月本当に。大須にあるんだ今日ね。聞いて、今日スタバのマンゴーめっちゃ飲みたかったのに飲めなくてショックだった。今日本当にスタバのマンゴーだったの気分が。コスメあるよ、ここにいっぱい。あ、いっぱいは嘘かもそう、なんかね、中学の時とかにめちゃめちゃ京都行ってたのね。あの何、駅弁完食できたことない
パとめっちゃ仲良し。にゃんにゃん、可愛いんだって。優しすぎ。食べるの遅くなったのね、気づいたら。小1はクラスで一番早かったの。いつの間にか初見さんだ。こんばんは。そう、クラスに一番早くておかわりしてたんだよ。なのになんか気づいたらこんなになった。高校の春休みはね、めちゃめちゃギリギリ前食べてた。しっかり噛んだら足早くなるかな。どうかな。新幹線なんかね、寝れるよ、寝れるんだけど、確かに自衛隊さんとか警察官の方早そう。職業柄だよね、それも。あるよね、なんか食べるの遅い人って得意分野があるのよ。ミキはアイスかな。アイス早いよ。はい、ごちそうさまでした。サラダはね。サラダはね、ミキまだね、これもあるんだよね。ゆで卵。ゆで卵、ゆで卵。ゆで卵。ゆで卵面白い、それめっちゃ面白い。ゴーボテイの片隅。え、黒いのじゃない、ミキ白い派。ミキは白い派。ミクルは黒い派だった気がするな。ミキと石津は白派確か。うわ忘れた、石津忘れたな。え、でも白の方がよく見るから白派と予想。ミクルは黒だった気がするよ。ミキーはね、ちゃんと割れるようになったよ。待って、口に色がないからスクショはなしね。スクショはなしね。食べてる中はスクショはなしで。でも剥くのも遅いからリカちゃんに遅しか言われない。最近言われなくなったけど。割り方の癖強い。嘘だ、ある癖とか割り方に。初めて言われたかも。どうしたらうまく剥けるかな。リカちゃんは何でも早いよ、食べるの何でも早い。タピオカとか異常だもんね。もうむくのも遅い、遅いんだやっぱり。今ね3分の1きたよ。一口で言ったら笑う。ミキはいかない。え、待って、飛んでくない今。待ってから、あ、いた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 、いたわ、いた、飛んだ飛んだ。いや足だけは早いと思う、きっと。きっと。あ、来た、イエーイ、来たよ、ツルピカ、イエーイ。
思い出の学校行事ねえ、普通に体育祭と文化祭かな、かな多分多分でも公園の練習かなんか忘れたけどね、なんかで体育祭出れなくて今年衝撃だった。作ってたよ体育祭でさすがみんなで作ってた、体育祭前に集まって。あ、7時半集合で7時半に起きたのも体育祭、体育祭2日間あるからね。初見さん、カイニャンさんのアバターだ。いや、いいな、顔にキラキラ。ミキたちね、顔にキラキラダメだったんだよね。うらやましい。絶対可愛い。体育祭のね、ダンスね、恥ずかしくて出れなかったんだよね。立候補制だから。なんか人前で踊るのね、恥ずかし系だった。ねえ、卵もち黄身、きもち黄身そう、本当に体育祭は、うん、陸上部本当負けれないから、本当負けれない。あ、鉢巻きリボンもダメだった気がするな、忘れちゃった。なんか謎にルール多いよね、体育祭とかって。それが学校、間違いない。ハチマキ、うらやま。負けた時の言い訳、俺の専門参照だから、もう最高、めっちゃおもろい。入賞、面白すぎて入賞。面白い、それも入賞。そう、そのアプリ取りに行ってた。ピストルの音で倒れる人いたんだ。
あ、騎馬戦1回だけやったことある。クラティあったよ。あったあった。たまにレッスンにできてた。めっちゃ初期。球技大会ね、懐かしい。ドッジボールやってたね、球技大会。バレーが良かったけど、球技はね、ドッジやってた。うん、おはようおはよう。あー、クラティパジャマはあるある。エクステやば。え、リレーはね、あのビビリなので2走と3走が多かった。一回1走やったことあって転んで、もう怖くてできない。ポートボールってなんだっけ、野球だっけ、ポートボールって。西井さんのモバイルでミキティアの宇宙地可愛い写真来たら。本当に何の写真だろう。あー、バスケみたいなやつか。小学校にあった。どっちはしっかりボール取りに行くタイプですか。うん、あのフッチで、あのもじもじしない、もうがっつりやっちゃう。ね、バスケゴール人間のやつね、やってたよこうやって。やってた。でゴールやりたくて、こうやってこっちこっちとか言って、めっちゃ頑張って取ってた。ありがちな恋愛の。ドッジボール強いかは分からんけど、ガチでした。やっぱね、ガチでやんないと。なんでもガチ大事で。強いかはどうか分からんけど。あ、食べましたよ、ごちそうさま。え、アロアイス食べるか迷うな。食べていいですか。避けてそう、ドッジボール避けてないよ。めちゃめちゃガチってたよ。一回色を足した。ダメだよ、ちょっとでもミキ喋ると遅いから。パールコアラ、パールコアラ。ミーミキミヨ、仲良しミーミキミヨ。あ、何の写真だろう、わかんないな。え、SKE ビンゴのドッジボール絶対勝てないよ。ミキ、狭いドッジボール苦手。いや、広いのも苦手だけど。いや、ミキね、苦手だよ、ドッジボールは。あ、スクショ OK 今。はい、OK。終わりー。あ、パルコアラ歌ってたね。リップ塗るだけでも雰囲気変わるんだよ、人は。みんなも塗ってみてください。面白い表情してたとは。そう、ミキね、食べるの遅いくせにね、喋るからダメなんだよね。リップロム&7番ジュジュベだっけ、確か、確かジュジュベみたいなやつ。
ガムアンド、食べていいですかアイス。ミキはね王道のメイク道具しか使わないからね、多分このリップもね一緒だと思う。 YouTuber YouTuber。 ねアイス食べたら配信終わりそう大富豪は今日一人で夜中にやります一言コメント書いとこう。あそうだ、一言コメントを1日に2回変えたいなと思っているので、皆さんぜひ昼と夜か朝と夜かいいねしてください。お願いしますお願いします。ありがとう大富豪。出れやった今日ポソポソ、お願いします。深夜と夕方が遅い、確かに。でもいいね数が約100ぐらいになったら変える予定なので、いつもいいねしてるよ。ありがとうありがとう。何百回でも変えていいよ。いやいいねがたまってからじゃないと変えられない、個人的には。変なキャラが出始めた。そういいねでコインがもらえるんですだからそれでね、ちょっとね、ありがとう。1、2、ありがちなでんあいな、ありがとう。1、2、先日のいいねの一番いただきました。いえいえいいえ、いいえ使いがち、何でも使えちゃう。いいえいいえって、なんかいいえ言っとけばみたいなとこあるよね。1位ね10コインピース。え大富豪なりすまし券とかは使った方がいいんですか。ハートありがとう。乃木坂さんも好きだよ。乃木坂さんは生駒さんを最初から最後まで押してました。日本武道館は全部外れてライブビューイングでした。しょげぴ、でも楽しかったな、ライブビューイング。でもあの日初めてのなんか歌詞がくないすごい髪の毛。あそう紫が好き、普通に色が。でも乃木坂さんにハマったから紫が好きだの理由もあるかもしれん、わからん。紫いつの間にか好きだった。ありがとう。なりすましは使った方がいいの。1曲目に乃木坂の歌を歌ったのはもうなんかもう生駒さん好きってなった、なんか好きってなった。伝われ伝われパワー。じゃあ30分になったらアイス持ってこようと思います忘れちゃったな、ペンライトの動かし方。乃木坂の歌の、メタモンってなんだっけ、紫のポケモンだっけ、合ってる。僕はミキ好き、ありがとうありがとう。1、2。そう乃木坂さんはね行けなかったんだよね、握手会。本当に行けなかった。ライブは行ってた、3回かな、確か3回行った。久しぶりに配信超えた。あ、ほんとだ、名前が久しぶり。ありがとう。乃木坂工事中は毎週録画です。あ、わかった、こういうやつでしょみたいなやつ。わかったわかった、かわいいよね。紫はねもう何でも好きみたいなところある。わー、マナッタン、マナッタンゲーム、イエーイ。ズッキュンドキドキ、ズッキュンドキドキこれね中学の時に流行ったんだよね。すごくない、学校でマナッタンゲームが流行るとか。また来ました、ありがとう。1、2。
乃木中のバレンタイン企画好きだった。わかるわ。だいたいさゆりんごさんとかまいやんさんあたりで荒れるのが面白い。生田さんね、なんだっけ食物連鎖、食物連鎖、ツンツンツン、いいな。西野七瀬さん、深川麻衣さんね、いいよね。もうあの笑み本当に聖母、リアル聖母、聖母、聖母だっけ、合ってるよ。あー、斉藤飛鳥さんのね、あのめちゃめちゃ振られまくるやつ面白かった。面白い、もうなんかねあ、そう、生田さん、フィーナのムーンよ。デレデレズンチャン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 、イバンレステコテレ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 テテ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 。一時期ね、ショールームでね、永遠に歌うっていうね、あったんですよ、そういう配信が。イエヴァンポルカ、なんだっけ、忘れちゃった。でで、いただこいこうまるくるさいた、しんのこらすこーらいやさらいた、さにひりぷっとぷっとぷったっぽらーぴっぴっぴひりやんねん。ね、めちゃめちゃ、あれね、同期の中で反響があったんだよね、あれ。何してんのみたいな。えみたいな、何してんのってめっちゃ言われた。でまたやりましょうねなんかね、乃木坂さんのライブ行ってズッキュンしてくださいってうちわを作ったのね。大園桃子さんと江藤美沙さんと高山一実さんがしてくれた。覚えてる、めっちゃ。名言ですね。いや、外資か、あれは、あれは外資だ、外資外資。フィンランド民謡好き。ねえ、いいですですね。そう、江藤美沙さんに関してはちょっと遠くだったの、ちょっと遠くだったんだけど、ちょっと遠くで多分目があんまりよろしくないか分かんないけど、なんか目を細めて「あっ!」ってやってくれて、好きってなった。え、フィンランドミー歌ってコナさんから可愛いもらったんだっけ。そうだったっけ。コナさんね、最近お話できてないんだよね。あのカノンちゃんのシャッフル見てて、なんかココナさんとめちゃめちゃ歌う量多くて羨ましかった。なんかめちゃ目合わせてて羨ましかった。あ、そう、外資ね、あれだった、アリーナだった、1階だったよ、アリーナ。あのトロッコとかも近すぎてもう近すぎた。ミキちゃんからズッキュンもらいたい時点、ぜひトーク会でぜひやっちゃいます。今度ミキちゃんからズッキュン受けてみたい、ぜひトーク会でぜひ来てください。そう、トロッコ近いの本当に最高だよね。トロッコはでもなんだかんだアリーナより2階の4、あの前の方の人が良かったりする。大富豪ね、何時とか決めた方がいいんかな。でもミキってねミキってね、毎日何時に起きるか分かんないの公園のお見送りズッキュンしてほしい。いいよいいよ、するよ。富士サファリパーク、叫べ声が枯れて出なくたって、叫べどうにか君に届けなきゃ。時間決めるかメールで連絡したらありだね。今日はこの時間に大富豪しますって毎日メールするのありだね。私はみきちゃんからのウィンク推しです。ぜひ東海来てください、待ってるよん。明日朝早いから寝るね。おやすみちゃん、おやすみちゃん見ようたんやねんおやすみちゃんは見ようたんやねん。午前中にやってとはさすがに言いません優しい、あやすみちゃん。
次のスケベはズッキュンお願いしますって言ったらいいよ。ミキはトロッコ乗れる人になりたい。トロッコ乗れるのって本当夢じゃない。昼の12時から10時、 OK。 じゃあ起きる、その時間毎日起きます、頑張ります。この期間は毎日お昼の12時から14時に大富豪をするために起きます。ここに決めました。頑張ります。起きる起きる。のゆみはおぎはなちゃん推しです。のゆみは、のゆみさんは推し決められないんだけど、鈴木ひとみさんかな。でも最近はミルテンさんにもハマってて、一押しは決められない。明日も明日からおはようき頑張る。ミキも頑張るね、頑張る。やっぱりね、頼みすぎは、頼みすぎ、なんか頼りは、頼りすぎは良くないので、自分がまず頑張ります。トロッコ押す人になりたい。面白いね、その発想なかったわ。 OK、 12時から14時頑張ります。ハートありピ、ハートありピ。ああ30分だ。 おアイス持ってきます。ついでにこの子たちも、いや、この声が枯れるくらいに君に好きと。大丈夫かね、こんな時間にアイス食べちゃって。みんなも食べるならいいか。目覚まし時計なんか曲にしてますか。したい、したいけど、青いベンチって人生で一回は はまらない。はまんない、はまんないか、わかんない。ミキはね、そういう歌だと思ってる。みんなが人生に一度は一回はまる曲だと思っている。みんなアイス食べよう。はまるよね、やっぱり。みんなで食べれば怖くない。千枚もありがとうございます。夜ご飯食べてないの、まだお腹空いてないの。ミキもすぐお腹空いちゃうからさ。アリピ、ミキちゃんが早起きだと思うのは何時まで。8時半。8時半。よし、じゃあ持ってきます。初見さんこんばんは。アイスの中からお菓子食べます。いいね、ついて。毎日早起きしてるの偉いよ、偉いよ、偉いよ。でもミキはどうせ寝るの遅いからね。ツインテズキュン。何？なんだろう。待って。待って。何が起きたと思いますか。何が起きたと思いますか。待って、想像以上だった。これ食べれないわ、アイス。サラダの汁が全部こぼれました。全部こぼれました。なんか匂いつきそうで嫌だな。床が柚子味、正解。待って、こんな感じ。こんな感じ。洋服は大丈夫、濡れてないよ。
ノーリだから大丈夫。あ、いいこと言った。イエーイ。OMG、そう今 OMG 状態。そう使い方完璧 OMG 状態。学んだ。自分はよくこぼすからすぐ片付けた方がいいね。すぐ片付けた方がいい。何でも本当にゴマドレじゃなくてよかった。ピヨイガオカドスコイノスケヤン面白い。使おうかな。面白い。この机の周辺はよく汚れていきますね。しょげぴです。ね、アルコール消毒はまあ後でします。ミッキーターンだって登場やん今 OMG 状態。今 OMG 状態。キベキベは違うキベは違うね。言いたいだけそれ。まあまあいいですね。はい、こんな感じでーすということでアイスを持って。え、なんかあれかな、マニキュア落としたやつで拭いたら匂い消えるかな。マニキュア落とすのってすごい強力な匂いするじゃん。使ったことある方は分かると思うけど。遅れてやってくる来るパカパカ。ツイッターでパカパカってツイート見つけて笑ったパカパカ信号パカパカしてる。信号パカパカしてる。じゃーんOh my god、 だってだってあなたがいた。ダメだよ、こういうことしてると溶けるんだよ。いただきます。あ、アイスありがとう。スロッチだ、イエイ。アイス、え、待って、おいしい、おいしいわいすずも気になってたから、おいしいって言っといてください。いすずがもし明日ショールームかしたら、いすずおいしいよあと20分、大丈夫。アイスはすぐに20分いけるよ。え、これ本当に狙ってたの。めっちゃおいしい、おいしい。アロエだよ。これはリピート確定ですね。リピカクちゃんです。え、本当に美味しい。どうしよう、美味しい美味しい美味しい。ミキの食レポは美味しいしか言わないのがポイント。美味しい美味しいでどれだけ美味しさを伝えられるか。美味しいの美味しいの。
アロイ庭に生えてて強すぎ。美味しい美味しい美味しい。うんふんふん。ねえ、アロエ貼っつけたら治るのやけど。明日会えるのでお先にお休み、あ、お先にお休みだ。始め始めということで、ありがとうミキも。トーク会ぶりに会えて嬉しかった、ありがとう。またね。あなたのことを愛すのみ。L サイズ。みっちゃんの配信楽しみ待ってて、あ、ぜひ遊びに来てください。アイスありがとうございます。強いこの子、溶けない、強いぞ、いい子だ。ミキさん、私も進んでます。明日は早く起きて課題がない、楽しかった、また課題ファイティング、ありがとう見に来てくれて。おやすみちゃん。いっぱい食べる君が好き、大きな一口。いえ、アイスマリピ。いっぱい食べる君が好き。あ、ソフトクリームはね苦手かも。好きだけど食べる速さはミキに向いてない。なんて美味しいの。いや、なんて美味しいの。アイスの口づけ。皆さんぜひ一押しカードを引いて、なんて銀が明るいのだろうのカードゲットしてください。ぜひぜひとも。釘づけ。
ありがとう。一押しガチャは明日の14時までです。お早めにコピペ。うん、だるまありがとうございます。当たりなかった。12時間に合った。別腹だね。間違いない。美味しかった。見てましたか？私のアイスの食べるスピード。アイスは任せてくださいよ。全然ね、自慢ならないけど。まあ、今ヨーグルトアイス食べたけど、ミキは。配信終わったらまたヨーグルト食べてるんですよ。絶対ヨーグルトはいつも食べて寝ちゃう。え、違う違う違ういつも、え、なんて言えばいいの。ヨーグルトは一日の終わりに食べるの。食べてお風呂入って寝ます。いつもハーゲンね、遅かったかも。何時だろうね、何時だろう。ありがとう、だるま。水色かわいい。そう、ヨーグルト好きだから毎日食べてます。美しい白馬にはおかえり、帰宅。そう、12時までやるの初めて。おっとな、12時までやるの初めて。次はピノ100個チャレンジ期待してます。いいね、誰かとやりたいな。一人じゃちょっとね、ダメ。誰かとやりたい。美しい白馬には残酷な白米、白米様レディーだ。レディーポーズ。ありがとうハート。アリピ天使ファイブだろ。いいね。でもね、ミキュルができない。ミキュルね、ご飯食べに行くとね、絶対ね、一回お腹すいた、あ、間違えた、間違えた、お腹いっぱいっていうの、もうコピペしたようにね、もう録音したらどうっていうぐらい、いつも同じトーンで同じスピードで同じぐらいの時間でお腹いっぱいっていうの。かわいい。伊藤かりんさん、将棋のイメージだな。あ、ゴーヤー苦手、多分食べれない。食べるの早いのもちりかちゃんだよ。もうりかちゃんに並ぶ人はいない。白米様、ゴーヤチャンプルとか給食に出た時無理と思ってたもん。一番食べるのはリカちゃんかな。でもみんなが本気で食べてるとこ見たことないから。わかんないけど、多分リカちゃんかな、わかんない。ミキは食べるの遅いだけであって全然消息消食ではないです。はじめまして、初コメかな。ありがとうございます。 SKE のアバター。
ゴリゾーね、戻ってこないかな、ゴリゾー。うわ、おお、よいしょ。こんばんは。あと10分で日付が変わる。リガちゃんはほとんど食べ物飲み物だからね。だってだるまありがとう。ロマンスは背中を日付変更戦、愛の日付変更戦。ビブラード付き、あれと小枝のアイスも気になってるけど、ちょっとその前にアロエが美味しかったので、アロエをもう一息。こんばんは、久しぶりだ。こんばんは、うどんの方かな。夜遅くまで配信してくれてありがとう。夜遅くまで見てくれてありがとう。かわいい人ありがとうございます。日付変更線の手が3と5になる。あー、なんでで、ね、これとこれ、なんでなんでだろう。なんでだろう。急に気になってきた。癖が強い。小枝のアイス美味しかった。一瞬と気になってんだけどね。気になってんだよ。気になってんだよ。今日は特にゆで卵の割り方面白かったです。本当にそんな癖強かったかな。全然普通なんだけど。これ1番、これ2番、これ大サビ。美しい白馬じゃん。ああ。カーソル。あれ、エスケープがこっちじゃない。滑走路こっちじゃない。確か。最近青がやってなさすぎて。やりたいんだよ。早く。ありがとうございます、だるま。あ、みんな真似するんだ、こう。ペンライトだから見えないのかな。生卵。生卵。夏場のクローバーありがとう。タコシャンもありがとう。どうみき。青がやりたーい。青川はね、最低でも月に1回はやりたいな。解放誌のみきちゃん可愛かったです。嬉しい、ありがとう。解放誌のみきちゃんまだ自分で見てないんだ。君がいい。あれ違うわ、そこしか見てなかったけど。え、待って、曲が出てこない。絵文字使いそう。君がいい、あ、君がいい、君が、待って全然音が出てこない。正直な今さらログインする。あ、君がいいだ。君がいい、君がいい、君がいい、なんて言えなかった。正直な自分今さらログインする。きー、え、もう54分だって。君がいい、声当たりますように。願いました。ご飯食べ終わったよ。ごちそうさまでした。アイスもごちそうさまでした。アリピありがとう。1、2、食べるの何分かかったんだろう。
1時間45分とか適当。ホワイトナッシュに当たりますように。ビギナーじゃん。最後帽子かぶるのがかっこいい、かっこいい。シュキシュキピンになっちゃって、ギネスに乗りそう。乗っちゃう、乗っちゃう。ギネスは早なんだっけ、高速握手チャレンジしたい。まだジェッキーに会ったことないです。ピン会いに来て、公園ぜひカモンヌですね。ミキたちも行けたらいいんだけどね、いろんなところに。きっと君だ君だ君だ、いくつ、ありがとうバラ、キャッチ。いくつか恋をしたけれど、高速学習いきます。オッケー、こんな感じバラありがとう、キャッチ。油ゼミ思い出す、はしゃいでいた。クラブさんで好きな曲はユニット系なら虹の下で、表題曲だったらズルズルと手遅れコーションが好き。特にズルズルが好きかな。どこか聞こえないふりして。星ありがとう、星ありがとう。ずるいよ、え、高速学習できる。え、高速学習はね、自信持ってやるべきだよ。すごいことだよあ、待って読むね。ランキング今止まったと思った人、今止まったと思った人、今止まったと思う人、挙手挙手。今止まったと思った人、今止まったと思った人今止まったと思った人、拍手。間違えた、挙手。今止まったと思った人、ループしてると思った人楽しいこれ、やってこ。え、ミキなんか人形、人形、え、ちょっと本当に呼ばないとやばいねやば、人形役回ってこないかなはい、13位、七夕の方ありがとうございます。12位、食パンボンありがとうございます。11位、ポンポンプリンちゃんありがとう。10位、西井まりなさんありがとうございます。9位、福ありがとうございます。8位、パンダ寝てるかわいいありがとう。7位、大学院っぽい方ありがとうございます。6位、井上さんの豚の方ありがとうございます。5位、白馬さんありがとうございます。4位、花輪くんありがとうございます。3位、にっこりありがとうございます。2位、ツンデレ姉妹ありがとうございます。古川えりさんのバターの方。1位、パンダにハートの方ありがとうございます。じゃん、ありがとうございました。皆さん初めてですね、こんな遅くまで。ツインテ似合わない、やめようやめよう。ありがとうございました。スクショタイム久しぶりに。何ポーズがいい？あ、1分でできるポーズで いい週末になったでしょうか。明日から大富豪頑張ろう、明日から大富豪頑張ろう。1位目指そう、えいえいの。
よし、じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。おやすみおやすみおやすみ、ありがとう。おやすみ、バイバーイ。